オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、本日は黒猫コラボの協力星12をテトラ3人で、はい、やってみましょう。挑戦してみます。まだクリアはしてないです。実際テトラではプレミオでしかクリアしてないです。プレミオとオーガかな。うーん、オーガでタゲを取ってもできますし、正直ねテトラだったらどこでもこせっかんね。そうですね、うん、余裕だと思います。みんなテトラの存在忘れてるからね。もうあんまり見ないもん、ほんと協力でも見ないですね。でもテトラ結構みんな持ってる人多いと思うんだよな。そうですね、結構頑張って取った人多いと思う。うん、じゃあ俺殺しちゃうこれ。あ、かぶったね。やった一発でいけるくらい。こうやって喋りながらねできるんでね、我々の場合。そうですね、まあ有利っちゃ有利ですよね。かなり有利ですよ、うんうん、そうですね。これ壊したいんだよな、この大砲。壊せないかな。あ、壊せんだよ。打ちまくっちゃう、はじめ。あー、そう、これが嫌ですね。あ、結構硬いね。硬いんですよ、超硬い。あ、外した、やっべ。すげえもったいないことした。あ、で、ウフォが来た。どこどこ、左上から来た。あ、けど撃てるな、俺、大丈夫だった。クソ、大砲壊せなかった。敵は、あー、怖い怖い。完全に失敗したな。どこかの、あ、届いた。あ、なんだ、ミノのとこから動くことどくのか。へぇ、とりあえず逃げる。アクーアがね、スキル1で簡単に殺せるわ。あー、まあ属性が、ね、あ、間違った。そう、スキル1と2間違っちゃった。やべやべ、下の砲台を壊しちゃおう。ウッホが来てほしいんだよな。あー、そっか、この属性が、あ、このプッププッププーのやつがこれがね、うざいのか。そうですね、防御バフをかけるのね。なるほど。あれ、ウッホどこだ。ウッホ左下、殺す俺。はい、お願いします。 SP が枯れる。お、これ結構倒せるな、やっぱり。あ、やばい、光れた光れた、また光れた。やめて。俺、右上いたからね、はい、ウッホ。他に、俺はいないよ。下かな、左もいない。どこ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 。あ、下だ、下、下光れてる。あ、左も来た。左どうする。大丈夫、俺下行きます。あ、俺上来た、上行くわ。あ、やばい、死ぬ前に行きたいけど、あー、死んじゃう。大丈夫、大丈夫、倒した。あ、よかった、ありがとうございます。死ぬかもしれない。上いるね。あれ、行く、上。やばい、やばい、あと下か、下が、うん、SP が枯れた。どう、で、下、俺行けるかな。あ、大丈夫かも、行けた。あ、OK、じゃあ俺上行くよ。あ、よかった、もう死ぬかもしれない。あ、そこにいると怖い。やべ、俺も死ぬかもしれない。もうギリギリだ。どこだ、あと左、俺、左倒した。あと2体、右か、でかいのが来る。あ、本当だ。あ、やばい、やばい、下と、下と右だ。あ、ありがとうございます。あ、終わったんじゃないか、これ。倒した、倒した。あ、やばい、やばい。はい、いける。あ、よかった、あとは死なないで、行きたい。あ、行きたい、行きた。あれ、結構きついね、これね。きつかった。きついね。まあ、でも。でも、クリアできました。把握してれば、あれ、あれ、あれってなっちゃうから。うん、把握してれば、そうでもないのかなと思うんだけどね。みんな瀕死だったし。ギリギリ生きてました。湧くところにいた方がいいのかな。湧くとこってこことあ、やっとこっちか、こことこことここそのまま今おっぱいに行くのかと思って。やめてください。行こうかどうしようか迷ったけど。さすがにね。やめてください。訴訟問題になるからね。そうですよ、証拠の。そうだね、残ってます。80個入るわ。いや、大きいですね。というわけでやっぱテトラですね。強かったですね。強いな。テトラだとザコ殺せる。そうだね。ぐるぐる回してれば。あれがもう。だから、あの、車に巻き込まれるっていうことがあまりない。それが怖いですよね、うん、一番。あんまりだってテトラ見なくない？見ない見ない見ない。こんな強いのに。うん。どうなんだろう。ピークとかよりテトラの方がここだったら。あ、ピークは確かにちょっとここはね。ビーム系がやっぱり強いからね。まあ、絶対ここ。ピークとかまだ結構ここいっぱいいるよね。いるね。まあ持ってるキャラがピークしかいないとかそういう可能性もあるけど、まあ、テトラ持ってない人だっているしね。まあそうだね、うん、そうですね。あと誰が適正ですか。ビーム、まあプレミオと、あと、うん、月見もいいんじゃないの。普通に月見、どうなん、いや強いけど、あのウッホ一発でスキルにいけんの。いや、いけるよ。月見も全然いけるよ。だって通常攻撃で感電もあるし、うん、ああ、そうだね、全然いいよ、ね、で、多分呪いつけても破壊力かなりあるからね、うんうんうん、というわけで、はいはい、まあテトラいればこんな簡単にクリアできました、うん、そうですね。
ない。まあ結構あたふたあたふた。あたふたして簡単じゃなかったけどね。してたけど、うん。そうでしたね。はい。ご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、はい、概要欄からよろしくお願いします。お願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。はい、先ほどのテトラ動画を撮ったんですけど、はい、ちょっとあっさりしすぎてたので違うパターンも撮ってみたいと思います。はい、オーガとシャルロットとチャグマミラ、はい、この3人で、戦略を練りつつやります。はい、僕がオーガでタゲを取って雑魚敵を全部こっちに寄せます。うん、でその間にウフコを2人で、はい、ちょめちょめするちょめちょめ、はい、してもらって、はい、で最後のデカウフコを僕のオーガで雑魚キャラ呼び寄せてるんで動きを止められたら止めたい、それをお見せできたらいいなと。はい、これただ3人の連携がここでできるから、まあタゲ取りがねあれいるだけでだいぶ楽ですよ。うそうだね、実際4人でやるからね。うん、確かにタゲ取りあるだけでほんと、あ、スキルに SP 回収がね楽なんだよね。あ、そっか。うん、そうですね。敵今湧いてる雑魚、いや、もう今そんな湧いてはいない、うん、まだ出始めてきたかな。はい、じゃあ垂れ取ります。はい、トン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 、そうだ、キャンキャンできるようになったな。できるようになった、たまにたまにか、まあ、俺もたまにだからな。あ、もう全部来てるか。うん、あ、向かってますね。あ、もう俺タゲ取んなくていいの。あ、行ってる行ってる、ダメだ、タゲ取んないとダメだ。あ、そう、うん、誰かの方行っちゃってるもん。何回かやっぱタゲ取ろう。ウッコ一体上行きます。はい、あ、ザコはどんどん吸い寄せよ。俺がウッコゼロ、よし、はいはいはい、どんどん来い。ザコウッコどっか一体、あ、います、下にいました。下、はい、お願いします。じゃあそれは、はい、こうしてる間に俺は上と左を担当するんで、王が完全体です。あ、よかった、もうこれ以上死なないっす。どっか、下か、あれ、いやこの重くなるな。あ、オッケーオッケー、左行った。で、残り30秒ぐらい切ったら僕は移動して、はい、真ん中辺寄り気味に、私上行きます。少し移動しないと、あ、クイーンのクイーンら辺によ。もうこっから僕、いやすごいすごい、殺せない、うん、もうめちゃくちゃ何が起きてるか。あ、下にいた、ミンチ状態だ。やばい、重い重い重い、重くて俺何もできない今。あ、よかったよかった、上行くか俺。はい、あとはどこだ、いや動けないな。 あとどこだ、下にいます。下、オッケー、いける、コロリンが全くできない。ただ重くて重っ、上行きます。はい、あ、3体いる今、2体今、下もいます。デカウフォ来た、オッケー、左行った、下を上げ、下頑張ります。動き止められてないな、やばい、SP が上げる、動き止まってる、クイーンで止まってる。どこだ、おー、動き止めてます。あ、助かります、はい、こうやって止めてます。デカウフォは大丈夫、あれ、あとどこだ、高い、あ、やばい、デカウフォを止めてるから大丈夫、終わったね。あ、おー、びっくりした、やったー、よかった、あ、止めてクリアか今、そう倒してないんだ、なるほどね、完全に今 SP 最後枯れちったよ。手前のクイーン、こっち側にいるクイーンとザコがいるから、うん、あ、そこでもっと完全に突っかかって止まってた、よかったっていうパターンもできましたね。なるほど。え、ちなみにそっちどうだった、結構大変そうだったね。やべ、 LINE が急にまた大変だった、大変だった、楽勝じゃないんだね、やっぱり。え、上と左だともう、でもあと1人いたら SP、 まあ後半がきついね、うん、あ、後半最後のラッシュがかなりきついけど、なるほどなるほど、そうそうそう、なんかやっぱりすいません、 LINE がまたラッシュ、 LINE ラッシュがね、なんか俺いつも動画撮るとなるんだよな、うん、すいません、お見苦しいところ。 LINE なんてやめちゃえんじゃん、ほらほらほらなんでこのタイミングなんだろう、いつも。というわけで無事このパ、まあ王がいたら相当楽じゃない、うん、パーティーに一人竹取り、そうだね、王がモチーフでしょ、王が、そう、王がモチーフ、うん、で王がじゃないと多分死ぬ、うん、硬さがね、硬さが必要なんで、そうですね、ドレインもあるし、うん、あと敵吸い寄せもあるから完璧なんですよ、はい、っていう感じで無事クリアできたので、
クリアできてない方はオーガ使ってみてください。オーガとまあ連携だよね。そうですね、オーガと、ね、タゲ取り役と僕ここだけ行く役、うん、まあタゲ取りがいれば、まあ、ザコは本当気にしないで SP 回収だけしてればいいんで、だからあの、うん、協力プレイにもしオーガがいたらなんでプレミアを使ってねえんだよって思わないで、そうだ、ね、この人タゲ取りしてくれてるんだな、タゲ取りしてくれるんだなって、まあ、そうですね、右のところでと見せかけてしない人もいるかもしれない、ね、だって戦力にならないじゃん、さすがにオーガだとウッホに攻撃通んないし、そうだね、うん、そこはご理解をしていただいてやってみてください。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。